イキマは、山陽鉄道冒険の山陽規線により、下関不山間の幹布航路開設のため、三菱合資会社三菱造船所で建造された二隻の同系の海峡都船の第一船で、1905年9月11日の本船就航をもって、同航路は開設された。1922年11月からは、聖艦航路へ転じ。 1923年5月1日には、その運行の合間、稚内と唐ふと大泊を結ぶ、地泊航路の解説船として約1ヶ月運行され、翌1924年7月から正式に、地泊航路へ転属した。1932年大阪商船に売却され、一時、琉球航路で運航された後、北日本汽船に移籍し、唐ふと丸と解消の上、 1937年4月から、か内とカラフト西海岸の本島を結ぶ、地都航路に就航した。1945年7月からの2年間は、壊滅状態となった、青函航路で要船として運航され、1948年6月から、青森室蘭間定期航路で運航された後、1951年室蘭で解体された。 本線で使用されていた合唱は1967年鉄道記念物に指定され、現在鉄道博物館ヒストリーゾーンに展示されている。1901年5月27日の山陽鉄道馬館神戸館全通により、京阪神での間接鉄道東海道線との乗り継ぎは要したものの、馬館から東京新橋までが鉄道でつながった。 一方、津島海峡を隔てた朝鮮半島では、日露戦争中の1905年1月、京城釜山間を結ぶ京府鉄道が全通した。当時、日本と朝鮮半島の間は、大阪文字釜山に川航路を中心に、数百トン級の船舶が運行されていたが、山陽鉄道は、日露戦争後の日本の大陸進出を見込み、この両鉄道の連絡運輸のため、 下関と富山を結ぶ122海里の幹部連絡線航路開設を計画し、防険の山陽汽船が1904年5月より、同航路用の1680、総ン級海峡都線2隻の建造を、長崎の三菱号司会社三菱造船所で進めた。その第一線域丸が、 日露戦争終結直後の1905年9月11日、関府航の開設発便として就航し、同年11月1日には、第2線津島丸も就航して、毎日運航となった。両航艦の運航は、不残業、下関業とも所要時間11時間30分の夜航便で、東京京城間は60時間となった。なおこの2席は、 生き丸型と呼ばれたが、関府連絡船には1940年建造の二代目、生き丸、1941年建造の二代目、津島丸という二隻の同型の貨物船もあり、これら二隻も生き丸型と呼ばれたため注意を要する。生き丸は、日本初の大型海京都船で、全通の副看板とその下に、聖看板を有し、 船首楼はなかった。船体全長の約半分の長さの乾板室を副乾板の船体中央部に設け、さらに船尾には小さな乾板室が設けられていた。中央部乾板室の前後の副乾板にはわずかに後継したマストが一本ずつ立ち、乾板室屋上中央部に同様に後継した煙突が一本立ち、屋上の両舷側には、 格言三隻ずつの救命艇が喧嘩されたため、この甲板室屋上を探偵甲板と称した。その外観は、約2年後に、イギリスで建造された、青函連絡船平ふ丸と似ており、水泉魔町は、一気丸が、平ふ丸より、約6メートル、短かったものの、肩幅、肩深さ、満載喫水は、若干大きく、 総トン数では1680.56トンと1割以上上回っていた。副看板中央の看板室の煙突囲い壁より前方は一等区画で、二両寝台室と天井に大きな最高ドームを備えた広い談話室が設けられ、談話室中央の吹き抜け階段を一層降りると、正看板の一等食堂でここまでの最高が考慮されていた。 副甲板の煙突より、後ろは二等区画で、甲板室最後部は、開放二段寝台室となっていた。線尾甲板室は、まかない室と、かじ取り機室と三等線室へ降りる、階段室となっていた。三等線室は一層下の正甲板線尾側に、配置され、二段雑居の、いわゆる、小棚式で、その中央部床面には、 直下の後部戦争の貨物ハッチが設けられ、その直上には副甲板後部の貨物ハッチが設けられ、後部マストのデリックで後部戦争の二役ができた。副甲板全部には全部戦争の貨物ハッチもあり、全部マストのデリックで二役ができた。操打室は、心臓時には一等談話室屋上、探偵甲板全般、最高ドーム前方に設置され、 平ふま丸より一層低い位置であったが、関府連絡船時代の後年、冒頭の写真に見られるように、一層上の航海、船橋に移設されており、また中央部看板室屋上、探偵看板後端には、無線通信室、二等運転士室、事務係室が増設されていた。ボイラーは、白洋スコッチ館二館で、三連製往復動機器二台二軸で、火は一枚であった。 三連製往復動機器は縦型で、内径16インチの高圧シリンダー、銅26インチの中圧シリンダー、銅43インチ、4インチ低圧シリンダーが一列に並び、各シリンダーに隣接して滑り弁が設けられ、ボイラーからの高圧蒸気は、高圧シリンダーの滑り弁を通って、高圧シリンダーのピストンの上側と下側へ、交互に供給され、膨張して、 ピストンを上下に動かし、排出された蒸気は、中圧シリンダーの滑り部の通り、以下、同様に、中圧シリンダー、さらに低圧シリンダーのピストンを動かし、排気となって、複水器で冷却され、水に戻った。各ピストンの往復運動は、クランク軸に伝えられ回転運動となって、プロペラを回した。 滑り弁につながる逆転装置の操作により逆転も可能で、正逆ともに全出力を出せた。なお、当時三菱代表として、小殿平五郎が、山陽鉄道の重役も務めていた関係で、同鉄道関連の連絡線はすべて、三菱造船所が建造し、この域丸も、イギリスの海峡都線を手本に、同造船所で建造された。 関府航路開設翌年の1906年3月30日、鉄道国有法が交付され、これに基づき、山陽鉄道は同年12月1日、国有化されたが、その直前の11月27日、山陽規線は親会社の山陽鉄道に吸収合併されており、関府航路も国有化された。接続する系 f 鉄道も、 鉄道国有法と同日交付の警府鉄道、買収法に基づき、1906年7月1日、日本により国有化され、東関府鉄道管理局警府線になっていた。国有化後の同航路の客貨輸送量の増加は、著しく、行き丸型2席ではたちまち対応できなくなり、1907年8月10日には、 海下山丸を要請し、いずれか一席が休行しても毎日運行できる体制とした。さらに1908年4月1日には、富山と中朝国境の町新宇寺島を26時間で結ぶ直通急行、竜広氏の運転開始を受け、昼行便の確実運行を開始し、4月27日からは、薩摩丸を要請して、これを毎日運行とした。 1910年8月には、日韓併合があり、翌1911年11月1日には、中朝国境の王力港鉄橋が完成し、南満州鉄道安笹ぐ線に乗り入れ、当時新国であった中国の方天まで、さらに1912年6月には、満鉄本線に乗り入れ、長春まで直通列車が運転された。 内地側でも1912年6月15日から、新橋と下関間を直通する展望車連結の、1、2等特別急行列車と、即達便貨物列車の運転が開始され、関府航路の客観輸送量はさらに増加した。これに先立つ1911年1月には、この前年より、青函航路で要戦していた、帝国海事協会の義勇艦で、 国産蒸気タービン搭載2番線の高速線梅が、高丸を寒腐航路へ転夜問いし、代わりに、寒腐航路で要線中の海下山丸を聖寒航路へ転夜問いした。ついで同年4月には梅が、高丸の姉妹線で、初の国産タービンである Q000 軸馬力の三菱パーソンス式半導タービン主機搭載の、 高速義勇艦桜丸も要戦し、札間丸は一時開業した。この梅が、高丸、桜丸の高速船二隻体制で、1912年6月から、蒸気新設の特別急行列車に接続する9時間30分、運行昼ル急行便が、週3回運行された。昼ル便運行にもかかわらず、旅客は依然夜公便に集中し、意気丸。 津島丸では輸送力不足となったため、夜れコービニ用客貨船として、旅客定員603名と大型化した、高麗丸と白木岩を、神戸の川崎造船所で建造し、1913年1月31日と4月5日に、就航させた。この2隻の就航で、桜丸と再汚船していた、薩摩丸の2隻の開業はできたが、 1912年6月から、要船中の日本赤十字社の病院船交際丸は、引き続き要船された。なお、梅が、高丸は1912年9月23日、文字港停泊中防風雨で、浸水沈没していた。1913年10月1日には、関府連絡船、朝鮮鉄道、南満州鉄道、 さらに宝天から軽捧ぐ鉄道で、北京に至る、日中旅客で荷物連絡運輸が開始され、旅客は日々増加した。翌1914年7月の第一次、世界大戦勃発は、その後の大戦契機と、世界的な潜伏不足による、海運貨物の鉄道への転移をもたらし、鉄道連絡線航路である、 寒風航路の貨物輸送量も急増し、1916年以降は、洋船を、常時3、4隻運航し、市として、貨物輸送に当てた。しかし、1917年大阪鉄工所建造で、対象規船を経て、鉄道院経理局で、石炭運搬をしていた、滝丸マルを1919 19年4月、貨物線転用の上寒風航路へ転属させてからは、 これら予防検疫停戦による貨物輸送激減対策として、同年9月から山光丸を3ヶ月間要戦した以外は戦後強行の影響による貨物輸送量減少もあり、要戦は1918年4月から要戦中の日本赤十字社の病院船白愛丸一席のみとなった。航路国有化翌年の1907年8月以来、 自社船の輸送力不足を溶船で補ってきたが、第一次世界大戦中の潜伏不足による、溶船難と溶船量高騰に悩まされた、鉄道院、鉄道省は、溶船頼み脱却を目指し1920年、いずれも3619総トンの軽福丸型三隻の建造を三菱造船神戸造船所に発注し、1922年5月18日に、軽福丸が、 同年11月12日に特寿丸が就航し、1923年3月12日には小慶丸が就航した。これら3隻は最大速力20ノット前後と高速で、下関不山間を昼後8時間、夜後9時間で航行でき、さらに旅客専用船として貨物任役を省略して停泊時間を短縮したため、寒布間を1日1往復できた。 これによりこれら3席で年間を通じ、昼交便夜交便各1往復ずつの旅客便、計2往復の運航が可能となり、高来丸、白木丸の2席は、多客時以外は、定期貨物便運用となった。これに先立つ1922年3月29日には、寒布航路唯一の要船となっていた、広吉丸が開用され、同年10月18日には、意丸が、 未だ洋線頼みの西刊航路へ転属し、姉妹船津島丸も、翌1923年3月10日、新設の千泊航路へ転属した。下関港1901年5月27日の、馬鹿延伸開業時の山陽鉄道は、畑西から南下し、当時まだ埋め立てられていなかった本州と彦島を、隔てる小瀬と東口の海岸に達した後、 新を東に展示、この海岸沿いに数百メートル進んだ地点に終点馬間駅を設けた。この時すでに駅構内の海岸には関門連絡船用の旅客用浮き桟橋は設置されていたが、関門連絡船よりはるかに大きい関府連絡船行き丸型が着岸できる岸壁は道航路開設の1905年9月11日にはなく置きかかりで、 旅客は、駅構内の浮き桟橋から正常規船で、貨物は、橋気で運ばれ、九州発着貨物は、関門連絡船の当時の文字駅桟橋から橋気で、運ばれた。その後、山陽本線下関駅付近の線路沿いの海を、浚雪し、連絡船が着岸できる、下関鉄道岸壁が築造され、1914年7月1日から、 夜交便での岩壁使用が始まり、同年11月17日には昼交便も着岸するようになって、旅客はタラップでの上下線が可能となった。この岩壁は長さ365メートルで、鉄道と平行にカンフレン線が直列に2隻着岸でき、岩壁上には線路も付設され、貨物も岩壁に役となったが、 九州発着貨物の文字駅三橋からの橋家に役は続けられた。しかし、関門航路の貨物航路である、関森航路に、日本初の自公式車両都線第一関門丸、第二関門丸が1919 19年8月1日、就航し、その輸送体制が整った1920年6月以降は、九州発着貨物は関森航路で、下関へ、 貨車構想の上、下関鉄道岸壁からの2役となった。富山港1905年9月11日の寒府連絡船開業時は、下関港同様着岸できる岸壁はなく、さらに、京府鉄道も富山市内まで開通したとはいえ、本来の終点となる富山駅より1.7キロ北の総領駅までで、連絡船は総領沖に秒白し、旅客は橋家で、 総領駅近くに上陸後、徒歩か人力車で総領駅へ向かった。翌1906年10月には、富山駅予定地付近の海岸に連絡船の着岸できる小規模な木造桟橋が完成したが、京府線への乗り継ぎ客は、この桟橋から総領駅付近まで橋蹴り用を要した。1908年4月1日、京府線は富山駅まで達し、 乗り継ぎ客の橋蹴り用は解消され、1912年6月には、富山駅裏手に、特定上に突き出した富山税関第一三橋が、竣工し、連絡船は、この三橋への着岸となった。翌1913年3月には、この第一三橋に着岸した、連絡船に列車を横付けできる、富山三橋駅が建設され、船車乗り継ぎが容易になった。 なお、富山駅は、東端式で、富山三橋駅発着列車は、富山駅ホーム北方で海側に分岐する、三橋駅につながる線路を通過するため、富山駅は通過であった。さらに1918年7月には、富山税関第1三橋の北側に同様に、特定上の富山税関第2三橋が竣工し、貨物船を引き込み、幹部連絡船貨物。 専用三橋とした。帝国鉄道庁による国営連絡船の聖艦航路への参入は1908年3月7日、日本初の蒸気タービン船平船丸就航により開始され、同年4月4日からは姉妹船田村丸も就航した。これら両船は、その高速性能を活かし、旅客輸送では先発競合の日本郵船を圧倒しつつ順調に業績を伸ばし、 1910年1月には、当期の入居工事による減便回避のため、後に、寒布航路に転移雇いされた、義勇艦梅が、コーマルを、要戦契約し、通年に往復運航を確保した。1910年3月の日本郵船撤退以降は、それまで郵船が輸送していた貨物の転移を受け貨物、輸送量も急増し、以後、 却下両方の輸送量増加は著しく、これを要線の増強でどうにか対応していた。しかし、第一次世界大戦勃発以降は、大戦景気と世界的な潜伏不足による海運貨物の鉄道を手に、要線不足と要線量高騰もあり、1917年度からの一時期は、青森、函館両校に、大化の山を築く混乱状態に陥り、 旅客輸送も極めて逼迫していた。このため、当座の対策として、鉄道員は1918年6月と10月に、自前の木造貨物船白上丸と、タッピ丸を建造し、さらに1919 19年4月には、鉄道員の木造石炭運搬船、第1海運丸、第2海運丸を、貨物船に転用して、青函航路に就航させ、 貨物輸送力増強を図り、1919年7月以降は、貨物用汚線をすべて開用し、以後、いずれも客下船として使用できる交際丸、鶴ヶ丸、伏木丸の3隻が要線されていた。このような状況の西艦航路へ、自社船である、意丸が1922年11月18日、転属就航し、これを受け要染。 交際丸を1922年11月28日、開業した。なお当時の青函連絡船の運航は、平船丸型2隻による、旅客便に往復、鶴ヶ丸、伏木丸による、客火便1往復、自社貨物船4隻による、貨物便に往復の、警護往復で、予備船として、意丸が控えたため、通年後往復が可能であった。 南カラフトは1905年9月のポーツマス条約により日本領となったが、当時北海道内の鉄道は、函館から名寄ロまでしか達しておらず、カラフトへの定期航路は日本郵船が1905年8月に開設したオタル大泊航路が最初で、タゴ浦ラマルによる週1回の運航であった。翌1906年4月からは、 低新章の公開補助を受ける命令航路となり、陶器の運航は1908年12月から駿河丸によって始められ、年間を通じて、小樽との接触がかろうじて保たれたが、海上距離420キロと長く、旅客設備や炭鉱性に劣る小型船で欠航も多く、陶器はほとんど途絶状態であった。その後、カラフと東西両岸の発展とともに、小樽を起点に、 カラフト各所に至る航路は増え、1921年には、カラフト町命令航路は、北日本汽船、日本優船、北海優船の3社を中心に208航海に、達したが、以前ほとんどが1000相当未満の貨物船による、下記運航のみであった。そのような中、北日本汽船の大霊丸、日本優船の広崎丸、千歳丸は、最標船で、 回数は少ないながらも、小樽オードマリの登期、運行も行われるようになっていた。一方、稚内オードマリ館では、1911年8月から、日本郵船が、カラフト町命令航路として、北見丸による、夏季12回の定期航路を開設したが、夏季10シーズン運行後の1920年10月には、廃止された。この他、 北海優先が、小樽稚内大止まり航路を開設し、大天丸を下記運行していたが、鉄道見立つっか内は単なる気港地に過ぎなかった。1922年11月1日、当時の宗谷線が、浜トン別経由で、輪っか内2月1日南なっか内と解消まで達した。宗谷海峡を隔てた対岸のカラフト町鉄道は、カラフト東線がすでに大止まりから、 カラフト町所在地の豊原を経て、おほうつく海側の境浜海岸まで達していた。輪っか内と大泊を結ぶ、地泊航路は167キロと小樽発着航路に、比べると格段に短く、東京、豊原間が、小樽大泊航路経由では、下記最短でも、約60時間を要したのに対し、地泊航路経由では、ほぼ確実に57時間となるものであった。 このため、1921年頃より、カラフト住民の声に押された、カラフト町長官の度重なる陳情もあり、鉄道省は1923年2月5日、地箔航路を5月1日から運行開始すると決定した。このため、1923年3月10日付で、意気丸の姉妹線津島丸を寒府航路から、 札幌鉄道局へ転属の上、4月19日、地泊航路用に指定し、流氷結氷海域でも、航行可能な再氷船への改造工事を5月1日から、浦賀選挙で施行した。この工事のため、5月1日の地泊航路開設から、約1ヶ月間、当時青函航路所属であった、意丸が、大船として地泊航路に就航することになった。 意丸は4月16日より、青函航路を休行とし、同22日稚内港へ到着。4月28日8時、鉄道関係者と来賓24名を乗せて、稚内を出港し15時30分大泊まりへ入港した。その、折り返し便、5月1日21時大泊まり出港、翌5月2日5時稚内入港の2便が、地泊連絡船開設便となった。 その後、多摩数日は、輪っか内発23時30分、大泊駅7時30分、奇数日は、蒸気就行開設便時刻の上下便とも8時間、運行夜公便で運行され、6月6日、再表線化工事完了した、津島丸が輪っか内へ開港され、6月8日より、就行したため、駅丸は6月9日函館に開港された。 流氷のない季節は連絡船一席で確実運航できたが、航路開設当初の計画では、11月から3月までの冬季運航は、輪っか内発が1日と6日で9時発18時儀、大止まり発が3日と8日で10時発19時儀と、上下便とも昼行9時間とされた。しかしこれに対し、カラフト側からの夏季運航期間延長の陳情があり、初年度から、 夏季運行は1ヶ月延長され11月末までとなり、冬季運行の昼交便は、12月は1ヶ月に7.5往復、1月から3月までは当初予定の1ヶ月6往復となった。青函航路には、1924年5月21日、待望の車載客船の第1船商法丸が、就航した。これを機に、一気丸は、青函航路を尻き、 7月1日から神戸成功所、張間造船工場で、再氷船化工事を受け、7月25日付で、地泊航路へ転属した。この工事は前年志向の津島丸同様、従来からの選手を切り取り、新たに、選手楼付き、長さ45フィートの健牢な選手を取り付けるもので、選手推薦以下の傾斜角は水平に対し26度の再氷型選手となった。 また、前進時に氷が火事に当たらないよう、火事前方の線尾船底中心線上に、構成のベントラルフィンを取り付け、また、更新時の火事保護のため、打倒剤を線尾水面下まで、構成保護剤で被覆した。さらに、水線付近の外反を前周にわたり二重張りとして、対氷性を向上させた。防寒対策としては、外原格室の内張り内に、 断熱材を詰め、暖房設備も強化したほか、副甲板、線美甲板室側面の露天甲板を原則まで丸窓付きの後半で覆い、中央の甲板室側面開放の遊歩 o も原則を角窓と丸窓の付いた後半で被覆した。操打室は、時期不詳ながら、官府連絡船時代に、すでに探偵甲板から一層上の甲板に移設されてはいたが、 冒頭の写真のように、依然開放的な作りであったため、全周を本格的に板張りと、ガラス窓で囲って、防寒対策とした。この工事では、さらに全部貨物装着場の製看板に、小棚式ではない三等雑居室が設けられたが、線尾製看板の三等選出は依然、小棚式の二段雑居室のままで、三等定員が計430名と、 なり、一等18名、二等64名には、変化なかったため合計の旅客定員は512名となった。これらの工事で、心臓事用目に比べ、全長は270フィート6インチから283フィートと、約4メートル伸び、喫水も12フィート6インチから14フィートに、 総トン数も1680.56トンから1772.78トンに増加した。砕氷船加工時完了した、息丸が地箔航路に就航したのは1924年7月28日であった。津島丸は、その直前の7月18日5時30分、二便として、輪っか内入港時、農務のため進路を誤り、 のさむみさき近くのシュルコマ内を気温155メートルで座礁。離礁までに10日を要し、7月29日に箱館開港され、船底外反と左限推進機を修理し、8月12日に輪っか内へ戻ったため、二隻による毎日運航は、同船再就航の8月13日からとなった。これにより、4月から11月までの下季運航は、 毎晩輪っか内を22時30分、大泊まりを22時に出港し、大泊まりに6時30分、稚内に6時に入港するダイヤで、時刻変更は1924年6月1日の列車時刻改正から行われていた。当期運行は12月のみ昼行便が1ヶ月15、往復、1月から3月までは昼行便が1ヶ月12、往復であった。 津島丸座小前村事故1925年12月17日、成功到底の気圧配置で晴天の大止まりを9時50分、2便として出航した津島丸は、カラフト最南端の西の塗料三崎沖港を火薬1時間後の15時20分頃から、激しい吹雪で視界が効かなくなった。このため15時45分より、繊維測定のため、 その都度停戦しつつ、ケルビン式促進儀を海底まで下して促進し、16時15分には、水深64メートルで宗谷岬北西9.2以海里と、推定、16時45分にも、同様に促進し、その都度進路を左に転じつつ、輪っか内港へ向かった。17時6分、07分頃には、水深53メートルで、 輪っか内港外野館三崎っか内東大北東4階立地点と、推定17時11分、12分頃には、水深31メートルとなり、両舷秒差を14から16メートル垂れ下げたまま、前進し17時15分頃、両舷怒りが海底に接触し、直ちに両舷闘病したが、すでに船底は暗礁に乗り上げていた。 旧か内東大北西0.7回り地点で、推定地点より約3回り西方であった。座礁後直ちに無線通信と非常機敵を発し、輪っか内三橋から急上線が急行。座礁後線尾シャフトトンネルより浸水あり、20時50分には、ボイラー室浸水で、焚き火困難となり、発電規定し、船内電灯は消えてしまった。十一時十五分には、 旅客188名全員上陸できたが、浸水は、船尾副甲板に達し、22時10分、船員67名も全員対戦した。津島丸の引き上げ作業は、事故翌日の12月18日に開始されたが、天候不良と悪潮流のため現状調査のみで、中止され、その後も引き続く、悪天候のため作業に着手できず、 やがて戦隊中央部で前後に両段大破しほとんど水面下に没してしまった。このため、聖刊航路を前年の1924年12月で引退し、函館港で1年以上継戦されていた田村丸を入居整備の上、1926年4月16日から11月8日まで、 地箔連絡船として運航し、翌1927年も4月7日から10月21日まで運航し、2シーズンにわたる、夏季運航1日1往復運航を維持した。田村丸はその後再び箱立で掲船された。音響速審儀、船底速歩道儀、無線方位測定器の装備、津島丸座小事故を教訓に、一丸では、繊維測定能力の強化が図られ、 1926年6月、アメリカサブマリンシグナル社製のフェッセン電式音響促進技が船底に装備された。これにより航行しながらの連続促進が可能となり、イキマルは日本で最初の音響促進技装備船となった。また船の速力と航行距離を測定する回転翼式船底速歩技も装備された。これは船底から突出した。 突起物の先端に羽車を取り付け、その回転数から速力と航行距離を算出する装置であった。さらに、同年12月には、コルスタ式無線方位測定機が日本の船舶として初めて装備された。ただ方位測定の電波を発信する無線標識局が当初は、枠内と大止まりの2局しかなく、両校への接近時しか使えなかったが、 1932年6月に、北海道法津区側の鬼市別に、無線標識局が設置され、1935年7月には、宗谷岬灯台に、1936年11月には、西の鳥岬灯台にそれぞれ無線方位測定局も開設され、より広範囲での測定が可能となった。また、1926年7月には、 津島丸座小事故以前からの予定であった、丸子二世無線電話の設置が、意気丸と田村丸で行われたが、低出力のため初期の目的を十分果たせなかった。津島丸座小事故から5ヶ月後の1926年4月下旬、鉄道省は、津島丸引上げを断念し、大戦建造を決定した。当時、カラフトへの渡航者は1日500名。 貨物も100トン程度と増加しており、旅客定員512名、最下重量300トンの駅丸と、旅客定員は537名ながら、1919年から1920年に、かけての客室増設工事で、最下設備をほとんど撤去してしまった。田村丸ではすでに横量不足で、旅客定員754名、総トン数3297.87トン。 最下重量470トンと大型化した、本格的砕氷船アニワマルを、神戸製功所ハリマ造船工場で建造し、1927年12月8日、就航させた。アニワマルが就航してみると、その砕氷能力は高く、氷パック、欠航はあったものの、当機の運航も大体確保でき、イキマ丸との差は歴然で、しばしば、アニワマルが、 生き丸を救援することもあった。しかし1931年1月には、カラフト領有以来最強の寒波が襲来し、航路上の欠票は、例年より早く、厚氷となり、アニワ丸でも難航する状況で、生き丸は2月から3月にかけ流氷に阻まれ、アニワ丸の救援を受け、旅客が、氷上を以上する事態が数回発生していた。 生き丸南高生き丸は1931年1月26日、6時30分発の4便として、大泊を出港した。地泊連絡船の航路は、大泊から、野鳥半島東岸に沿って、カラフト最南端の西野鳥岬沖に帰りまで、ほぼ直線で進むが、当日の4便は、流氷のため南高を続けていた。出翌日の27日17時頃から、 西の鳥尾岬の北の地下にまで2回り、西の鳥尾岬まで6回りの地点で、厚さ1から2メートルの評判に挟まれ、輪っか内入港の見込みが立たない旨の無線連絡が28日11時にあり、このため、28日6時30分、大泊発4便のワニワマルが13時50分救援に到着、以後その誘導で29日朝4時30分。 か内へ到着した。公開時間70時間を要した。2月2日、7時発の4便として、大止まりを出港。出港当初は、厚さ15センチメートル程度の評判であったが、やがてその厚みを増し30センチメートルとなり、所々に累積したさらに厚い評判もあり、停止と全更新を繰り返しての運行となった。同日21時30分。 ついに60センチメートル余りの大表板に乗り上げ、リゴーリできず、22時30分、氷上下白とした。下白地点は、大止まりから樺太最南端の西の鳥漁岬までの、皇帝の2、3程度のの鳥半島東岸古江沖南東7階入りであった。当時北東内東北東の風で、血氷は、の鳥半島東岸に吹き寄せられていた。 翌3日6時30分から離氷作業を再開するも、わずかしか進行できず18時40分、2番目の氷上下白。2月4日6時30分分離氷作業を開始したが、評判は延々と続き、10時10分救援の、アニワ丸が到着し、息丸の乗客111名を、アニワ丸に、氷上移常させ、14時15分両線とも、離氷に成功した。 その後、アニワマルを追行したが、16時15分人気マルは、評判に挟まれ、高校不能となり3番目の表情過白となった。しかし、夜半風光が、それまでの北東から北西に変わり、それまで陸岸に吹き寄せられていた血表が緩み、評判に亀裂ができたため、23時40分、運行再開。アニワマルの功績を追って進行し、2月5日3時30分。 西の鳥を三崎有限生横三回陸を過ごした。宗谷海峡には破砕した三メートル余りの流氷が見られたが、それらを避けつつ、8時、73時間を用して、輪っか内到着に到着した。2月14日、大泊り7時発の4便は、またもや古ル古沖で、熱い評判に挟まれ難航し、表情可白、2月16日。 大止まり7時45分発の4便、アニワマルが救援に来航し、イキマルの乗客57名を表情異常させ、約6回リ誘導したうち砂置きで、イキマルが厚さ2メートル以上の評判に挟まれ再び、航行不能となったため、アニワマルと共に、表情下白し、2月18日11時、100時間を、用して、輪っか内に入港した。 2月26日23時、大泊りを出港した、意気丸は27日2時ごろ、古港沖のすぐ北の八品沖で評判に乗り上げ、身体不能となり4日間氷泊を余儀なくされた後、兄は丸の救援を得て、乗客99名を表情以上させ、89時間25分を、要して3月2日16時25分、稚内に入港するなどの難航を繰り返した。 これらの難航により、両船とも船体損傷あり、2月17日から、兄は丸、3月4日からは、駅丸と、順次、函館選挙へ開港し船体修理を行ったが、地泊航路での駅丸の継続使用は、安全上問題ありと判断され、1931年5月11日、大隣発4便をもって、運航を終了し、5月14日、 箱館で掲船された。なお、生き丸の後継には、関府航路から、高来丸を転属させ、同年6月2日から就航させたが、再標船ではないため、翌1932年1月14日までの運航と、1932年4月から10月末までの、夏季2シーズンの運航となった。か内港1923年5月1日の、 地泊航路開設時には、駅丸型の着岸できる岸壁はなく、沖合600から700メートルに漂白し、1、2等客は正常気船、3等客と貨物は、橋家連絡であった。乗船待合所と貨物上屋は、当時の稚内駅から北へ1.6キロも離れた、北海道庁稚内執行事務所埋め立て地内に、粗末な建物を仮設して、間に合わせ、 執工事務所所有の船入り館と、特定桟橋を正常基線と橋家の着岸場所とした。翌1924年11月10日には立派な、不当待合所が竣工し、輪っか内桟橋と通称され、その海側には、1925年、輪っか内執工事務所桟橋の南に隣接して、防波堤で守られた輪っか内鉄道線入り館が建設され、正常基線。 はしけ壁とした。しかし、当時の輪っか内駅からは依然、徒歩か馬車、馬そりでの連絡であった。1928年12月26日、輪っか内駅から、不当待合所まで、宗谷本線が延伸され、輪っか内公駅として開業し、不便な長距離の徒歩や馬車、馬そりでの連絡は解消された。なお当時の輪っか内駅は、東端式で、 宗谷本線をそのまま北へ延伸できなかったため、輪っか内駅の旭川方約500メートル付近から線路を海側へ分岐させ、当時の海岸沿いに輪っか内港駅へ向けて建設された。このため、輪っか内駅を発車したクラリー列車は、一旦旭川方向へ約500メートル戻った後、スイッチバックして輪っか内港駅へ向かった。 北防波堤1931年1月23日には、輪っか内港駅北数百メートルの海岸から東に向けて建設中の沿岸防波堤といわれる、鉄筋コンクリート作り上屋付岸壁兼用の北防波堤が一部完成し、連絡船はここへ着岸することになり、不安定な置きかかりは解消された。しかし、岸壁自体は工事中のため、旅客の乗降を、 二役には使えず、症状規制、橋家連絡は継続された。沿外防波堤本体は1936年に完成し、引き続き岸壁への列車乗り入れ設備の建設が行われ、1938年12月11日、全長424メートルの沿外防波堤の岸壁上のホームに列車が、 連絡線と並行に停車できる、輪っかな内三橋駅が開業した。防波堤の北側は、沿岸と呼ばれる連続する、鉄筋コンクリート作りの堅牢な壁と上屋で覆われ、原冬機の強い季節風や大波、吹雪にさらされることなく船車乗り継ぎが可能となり、貨物も、岸壁に役となった。翌1939年2月1日、輪っかな内駅が、南輪っかな内駅に、 稚内港駅が稚内駅に改称された。なおこの園外防波堤は根元側から先端に向けりリシリレブン航路、北日本汽船地と連絡線鉄道小地泊連絡線の順に直列に着岸した。このため、1937年4月、地と連絡線として戻ってきた、意丸改めから太丸もこの岸壁を使用した。大泊港地泊航路解説時は、 行き丸型の着岸できる岸壁はなく、1.2キロも沖に漂白し、カラフト東線終点の大泊駅から200メートル、離れた連絡待合所から橋家連絡で、当機は海面決標するため、徒歩やソりでの連絡であった。1928年8月には、海岸から直角に突き出た、徒弟状の岸壁が完成し、ここに着岸するようになった。 この特定の根元は陸岸と離れており、鉄道道路併用のトラス橋が仮設されていた。同年11月には、特定上に連絡待合所が建設され、大泊駅からの臨港鉄道が開通し、12月5日には大泊港駅として開業し、旅客の船車乗り継ぎは便利になった。駅丸は1932年2月14日。 大阪商船に売却されたが、この時は1613総トンと記載されている。一時琉球航路で運行された後、1937年3月26日、北日本汽船に移籍し、カラフ太丸と海啓の上輪っか内へ戻り、1937年4月25日、稚内とカラフ太西海岸の不登校本島を結ぶ、地と航路に、 鈴山るの光景として就航した。この当時の写真では、副甲板中央部甲板室側面の遊歩 o は、再び解放状態に戻されていた。しかし、長期化する日中戦争と太平洋戦争勃発により、深刻化する潜伏不足に対し、保有船舶の最大限の有効活用と、戦時下の国策に沿わせるため、国は民間船舶を徴用し、 これを1942年4月1日設立の選手と選手団体で構成する特殊法人船舶運営会に運行管理させることで国による民間船舶の一元運営を開始した。対象船舶は陸海軍使用船、漁船その他特殊用途の船舶を除く船舶のうち100相トン以上の汽船、150相トン以上の規範船で 1942年5月1日から順次徴用され、船舶運営会はこれらの船舶を政府決定による再三度外視の計画輸送に当たらせた。これにより、カラフト丸も船舶運営会使用船となったが、選手は北日本汽船のままで国から北日本汽船に船舶使用料が支払われた。 北日本汽船は1943年11月16日、大阪商船に合併され、これに伴いカラフト丸は、船舶運営会使用船のまま再び、大阪商船所有となったが、この時1599トンであった。インディギルカ号遭難者救助1939年12月12日2時20分頃、オホーツク海北岸のマガダンの長い母港から、 宗谷海峡経由ウラジオストクへ向かっていた、ソビエト連邦の過客船インディギルカ号は、猛吹雪の中、右手に見えた、宗谷岬灯台の明かりを、西の都領岬南東9回り、宗谷海峡を東口から太寄りにある岩礁を二条岩投票の、ものと誤認し、宗谷岬南東約37キロの猿仏村浜、鬼西別沖1.5キロの都度岩に激突。 その後右舷側に横転し、海岸から800メートル付近の浅瀬に、左舷の一部を海面上に出したまま乗り上げてしまった。この嵐の案や、決死の覚悟で救命艇を漕いで上陸し、民家に助けを求めた5名のロシア人がこの事故を知らせ、この情報は未明のうちに、鬼し別巡査発出所から、稚内警察署北海道庁へと伝達された。夜が明けると、 現場海岸からは横転した、潜伏場に数百人の生存者が手を振って、救助を求めているのが見えた。稚内警察署からの遭難救助要請を受けたのは、当日稚内港内で、天候険悪のため病白中の地と連絡船、カラフト丸と小型発動機船の三陽丸、総水丸で、カラフト丸は、天候回復を待って、 翌12月13日3時頃総水丸と輪っか内を出港し、7時に遭難現場に到着した。総水丸とその後到着した山陽丸がインディギルカ号に接近し、その潜伏場から1階に遭難者70名を救出し、交互にカラフト丸へ運び、正午過ぎまでに総数395名をカラフト丸に収容した。カラフト丸は、 その後、輪っか内へ戻り、21時までに、これら救出された者全員を一旦下船させたが、すでに鉄道で、か内へ移送されていた先の救命艇での、自力脱出者7名を含む402名を一度に、収容できる施設が、か内では、確保できない、という理由で、これら402名の遭難者全員を小樽へ移送することとなった。このため、 カラフト丸はこれら402名を乗船させ、12月14日1時30分、輪っか内を出港、大しけの中南港の末、同日22時頃小樽に到着し、遭難者402名は、市役所3階の大行動に収容された。インディギルカ号からは12月16日、さらに28名が救助されたが、うち1名は死亡し、 生存者総数は429名となった。死者、行方不明者数については、当時の新聞報道では600名から700名とされたが、1990年のソ連局等の新聞では1100名以上との説の発表もあり、未だ詳細不明である。事故当時の新聞報道では、インディギルカ号の乗客は、漁業労働者とされたが、ペレストロイカ号 1989年のソ連の雑誌記事等でインディギルカ号は政治犯を収容するコリマ収容所の囚人ご送船で当該公開においても業業労働者のほか多数の囚人や元囚人を乗せていたことが明らかになりそれら囚人や元囚人に対する素略な扱いと当時のソ連にとって隠蔽すべきコリマ収容所に関連していたことが この不確かな死者、行方不明者数となって現れた。車両構想開始から、終戦直前までの青函航路行き丸が地泊航路へ、転出した1924年7月以降、青函航路では1925年8月1日から、商法丸型車載客船4隻による、本格的な車両構想が始まり、第一次世界大戦後の不強化にもかかわらず貨物。 輸送量は順調に伸び、1930年9月までに、車両オトセ第一聖函丸、第二聖函丸の2隻も就航させていた。しかし1930年度からは、折からの世界恐慌の煽りを受け不況は深刻化し、以後貨物輸送量も伸び悩み、しばらく車両オ線新造は行われなかった。ところが1936年頃から、 貨物輸送量は急激な増加に転じたため、1939年11月には、車両落と第三生間丸を就航させたが、1937年の日中戦争勃発とその長期化による海運貨物の鉄道転移による貨物輸送量の激増、さらに1941年の太平洋戦争開戦以降、多くの貨物船が、 南方占領地に振り向けられ、北海道田後、京浜工業地帯へ運ぶ貨物船にもことかくありさまとなり、石炭列車の多くを青函連絡船でそのまま列車構想する事態となった。このため、1943年3月から1945年6月までの2年間に車両を突然6隻を就航させたが、1945年3月6日には、 事故で一席を失い、終戦1ヶ月前の1945年7月には、車載客船4席、車両落船8席の、計12席の連絡船が運航されていた。この7月14.15両日、アメリカ軍による、聖艦連絡船を標的とした空襲があり、これら12席全員船が、稼働不能となった。このため、 急遽7月17日から7月30日まで、海軍特務官で、元日本優先カラフト航路の再評価客船、千歳丸を、7月20日から7月23日まで、海軍特務官で、元大阪商船琉球航路火客船浮き島丸を、就航させ、7月23日からは、たまたま、函館選挙で、定期検査修繕中の地泊連絡船アニワ丸を、 繰り上げ出場させ就航させたが、兄は丸は8月10日、夏止まり半島西岸の網羅沖で、アメリカ軍機攻撃を受け沈没してしまった。西岸連絡船カマルカ丸フトマ丸は、このような壊滅状態の西岸航路へ1945年7月25日、21年ぶりに戻った。同じ7月25日に、先の空襲で損傷し、 箱館選挙で修復していた車両落とせん第7聖函丸も復帰し、7月29日には同じく第8聖函丸も復帰し、貨車構想の再開が図られたが、これら2隻には旅客設備はなく、兄ワ丸が沈没した8月10日以降は、カラフト丸が聖函航路唯一の客船となり、終戦を迎えた。終戦直後、聖冠航路には、 多くの引上げ者や福音者、徴用解除の帰郷者、朝鮮半島や中国大陸への帰還者、さらに食料買い出しの人々が殺到し、貨物は減少したものの、当時、本州と北海道とを結ぶ代替ルートのない、唯一の航路で、農産物や石炭輸送の継続を迫られていた。しかし、カラフトマルト2隻の車両と線だけでは、 輸送力不足は明白で、当時は、カラフト丸にも、定員超過の900名、旅客設備未設置の、第8青函丸にまで1100名もの旅客を乗せる、ことが状態となっていた。このような中、8月20日から、カンフ連絡船警福丸を、8月21日からは、フィリピンからの大保船で、船舶運営会の赤月南丸を、8月24日からは、 関府航路の貨物船二代目駅丸を就航させたが、この二代目駅丸は一般型貨物船のため、戦争を二段に仕切って、客室とし、ここに2100名もの旅客を収容した。11月29日からは、地箔連絡船宗谷丸を就航させたほか、多数の商船、規範船、旧陸軍上陸要集艇などを要請して、この混乱期に対応した。しかし、 これら他航路からの転属船は、貨車構想ができず、慢性的な貨物輸送力不足の解決には、ならなかった。終戦時稼働できた2隻の車両都船のうち、まず第7青函丸が1945年8月30日、函館港北防波堤に衝突して、入居休行となり、同船が復帰した同年11月28日には、第8青函丸が、 青森第一岸壁で貨車積み込み作業中、ヒーリング操作不調で、その場に鎮座してしまい、翌1946年1月1日ようやく、不要するという事故も発生した。この修復工事に際し、旅客輸送力不足対策として、船橋老看板の本来の看板室前後に、定員535名の木造の旅客用、看板室を増設して、 デッキハウス線と呼ばれる客はじめ車両都線とし、1946年5月21日より旅客扱いを開始した。一方、1945年10月9日には、戦時中より建造中であった、いわゆる、続行線の第11聖艦丸が、1946年5月15日には、第12聖艦丸が、1946年7月23日には、 石狩丸が順次就航した。当初これら3隻は、旅客設備のない車両都線として建造されていたが、当時の旅客輸送力不足解消のため、第11青函丸は、就航1年後の1946年9月に、他の2隻は建造中に、船橋路甲板に、定員300から400名の構成の旅客用、甲板室を増設して、デッキハウス線とした。 しかし、これら戦後春航の新造船は、就航と同時に新中軍専用船に指定されて、しまい、さらに1946年6月17日には、デッキハウス船加敢もない第8青函丸が、1947年2月2日には、空襲のため、青森市近郊や内沖で、格座大破していた第6青函丸が、デッキハウス船として、修復、再就航したが、 この二隻も、新中軍専用船に指定されてしまい、日本人旅客の輸送力回復は進まなかった。しかし、1947年7月21日には、第6聖艦丸と第8聖艦丸の新中軍指定が解除され、1947年9月には、第7聖艦丸のデッキハウス船化も完成した。さらに、京都府か宮津湾で、 空襲のため格座していた、カンフレンラク船昇景丸を不要、修復し、1947年9月23日から、西刊航路に、就航の運びとなり、待望の新造車再客船東山丸の修航も、同年11月に迫っていたことから、大阪商船からの要船であった、カラフト丸は、同年9月20日で開業された。カラフト丸は、 終戦直前の商法丸型、車載客船全滅直後から、当夜丸型車載客船就航直前までの、車載客船不在期間、青函航路の逼迫した旅客輸送を支えた。カラフト丸は、その後、船舶運営会の委託により、大阪商船が経営した青森室蘭間、定期航路で、 1948年6月から1950年4月まで運行された。1950年12月25日、低性能船舶会入れ法に基づき輸入省に売却され、1951年室蘭の奈良崎造船で解体となり、46年の波乱に満ちた生涯を閉じた。この解体を知った元札幌鉄道局室蘭管理部長で、 当時室蘭市長であった熊谷綾夫は本船が自身の輪っか内運輸事務所長時代の懐かしい思い出の船であったため豪商と船舶用油糖を譲り受け大切に保存し1966年にこれらを国鉄に寄贈した翌1967年10月14日豪商は船舶関係第1号の鉄道記念物に指定され以後 交通博物館、鉄道博物館で展示されている。ありがとうございます。